西野光一は、日本の政治家、大阪府議会議員、衆議院議員、次世代の党幹事長代理などを務めた、大阪府東大阪市出身、大阪府東大阪市生まれ、東大阪市立岩谷市小学校、政府中学校、高等学校を経て、中央大学法学部卒業、衆議院議員秘書を経て、2006年の、 大阪府議会議員補欠選挙に初出馬で当選。自由民主党大阪府議会議員団に所属していたが、2010年3月24日、橋本徹大阪府知事の主張する大阪空港の廃港について、橋本知事を支持する別会派、自由民主党、維新の会の決議案に賛成した。さらに、大阪府と大阪市の再編構想にも賛同しており、 弟の西野周平不義と共に自民党不義団から離断し自民党席を残したまま新グループ一つの大阪を結成。2010年4月1日、橋本徹大阪府知事や松井一郎大阪府に浅田一志大阪府議らと共に政治団体大阪維新の会決闘に参画する。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に 大阪13区から日本維新の会公認で出馬し、初当選した。この選挙区はもともと自由民主党所属で高一の父の西野明が地盤としていたが、日は公示日直前に引退を表明。当初、親子で戦えとは言えない党として、候補者擁立を見送る予定だった日本維新の会は、日の引退で、急遽、高一を擁立した形となった。 一方自民党側は引退は寝耳に水。こちらの候補者擁立と準備を遅らせる卑劣なやり方だと日の行動を批判し、元水田市議で水田市議会副議長を務めた神谷隆平を対抗馬として急遽擁立。西野の出馬を世襲だと批判したが、最終的には西野が約11万票、神谷が約6万票で西野が当選した。西野は 自身の当選について、不義として大阪で改革を進めてきた成果を認めてもらったことと大阪維新の改革を日本維新につなげてほしいという有権者の思いがあったことが勝因だと述べている。2014年の日本維新の開会党に伴い次世代の党に参加した。理由として共同代表だった橋本徹が五流を目指す由井の党と、 思想心情が全く違い。一緒に政治はできないとして、橋本との確執を否定。次世代の党では、幹事長代理に就任した。同年12月14日の第47回衆議院議員総選挙に、大阪13区から次世代の党公認で出馬するも落選。2015年11月7日に、次世代の党からの離党を、ツイッター上で報告した。 2017年10月の第48回衆議院議員総選挙に大阪13区から無所属で出馬。この時、弟の西野周平が衆院選で維新の公認候補を応援せず、高一を応援するとして日本維新の会と大阪維新の会の両方から離党した。開票の結果、次々点で落選した。同年11月の大阪府議会議員補欠選挙に、 保守系無所属で立候補し当選。同月、一人会派、改革保守を結成した。2019年4月7日の大阪府議会議員選挙で当選した。原発は日本に必要としており、原子力規制委員会が2012年12月現在、制作中の新安全基準を満たした原発については、再稼働しても良いとしている。 選択的夫婦別姓制度の導入に反対している。また、西野は憲法24条の改正を主張しているが、その理由として、夫婦別姓のような法律ができたりして、こういう日本の家族という価値観を根底から覆すような法律を国家権力は作らないようにを挙げている。子育て制度について、保育、幼稚園を包括したバウチャー制度を主張している。保育、 幼稚園、子ども手当にかかっている経費を合算すれば、幼児一人当たり、月額5万円の支給が可能。一律支給した上で、実費で保育サービスを利用するのか、家庭で子育てをするのかを国民に選択してもらうべき、と主張している。公立高校と私立高校の格差解消を訴えている。大阪では、私学無償化を果たしたことで、公立高校から私立高校へ、 多数の生徒が選択を変えた事実をもとに、私学無償化による学校間の競争で教育の質が向上するとともに、家庭環境によらない進路選択ができるようになると主張している。道徳を小中学校の授業で教えることに賛成。沖縄の基地問題について、イデオロギー闘争はもういらない。それよりも沖縄の人の生活を向上させることと主張している。 その背景として、巨額の交付金を受けながら、全国ワーストの離婚率、貧困率、生活保護率、大学進学率等を上げている。リニア中央新幹線について、関西の経済だけでなく、日本全体への波及効果を考慮すれば、全線同時開通を国の力で進めるべきだ、と主張している。その際、名古屋大阪間は、 国の事業として開通させ、JR 東海にレンタルすることを提案している。ありがとうございます。